頼むな。さてどうする？正面突破。うん、後ろは任せろ。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ珍しい経験だったな。よっ。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いが。案外現実味を帯びてくるな。あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。それロクト上見て、ミクル軍だよ。サンキュー。で、王の使命って何なんだろうね。六神とも関わる何か。神話では王は六神と共に闇を払ったとあるが、闇って何だろうな。それシドニーって優しいよね。どうしたよ。1日2日付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、代謝も断ったし、なんか悪かったな。代謝は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ、会いたきゃ店に寄ろうぜ。ダメだ、出ない。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだろうな。ちょっと心配だね。よっ。配達でアンブラーは見るけど、フライナーは何してるんだろう。見てないな。それ主んとこにいいんじゃねえか。元気にしてるといいな。
あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。ありがとな。また頼むぞ。今日は野宿ってことで。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。
合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3 2 1やれ。しゃ、作戦成功。やるねノクト、さすが。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。おい、隠れてろ。魔導アーマーだ。できれば相手したくねえな。まずはレガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。
や。あれが基地の動力源、魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか、こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ、音を立てるな。了解。先を急ごう。おう。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。
魔導装置および周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。了解。攻撃対象は施設全体だ。敵を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。フィールドが解除されたぞ。チャンス到来だな。やるぞ。問題ないぞ。レガリアのところに戻ろうぜ。
ね。結果的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。メン、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それより Battle to Victory はどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。グリーブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。くそ、おい、
の手に。ここで死ぬなら、それが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか。次に会うのは海の向こう？うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ。それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。帝国軍は昨日、ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑、混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を流しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王都襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。あのさ、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？今のまま好きなように撮ってくれ。そっか、わかりました。これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。
カップヌードルはいかがです？また来てくださいね。帝国軍がまた基地を飛ばしてたぞ。こんにちは、ケニー・クローだよ。クローズネストの幸せいっぱいの味楽しんでる？オールドレッサの本店では。飛行基地ってなんだか不気味だよな。兄さん。どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。それでジャレット助かんなかったの。ごめんな、助けてやれなくて。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから、約束する。俺も王子を支援します。私タルコットと一緒にカイムに行くよ。だって何かしてないと。わかった。
さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理でカエムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、じゃ、レッドの手配だってよ。そっか。姿だね。しといたよ。悪いな。いらっしゃい。どうも。ありがとうさん。そろそろ行く？やれやれ。
こんな天気でなんで外歩くわけ？あ、よろしく。また頼むぞ。いや、それとくか。それ先に行くぞ。あんなに降ってたのに上がったな。急な天気だね。虹出てないかな。先を急ごう。うん。おう。あ？
あ、ドクト。ああ、さっさと先に行こうぜ。ああ、死ぬほど熱いよ。道が続いてるよ。ここらで取るか。あれ、下に流れてるのって溶岩だよね。こっから先、撮影は明日にしないか。この暗さでは難しいだろう。こんだけ暗くちゃ映んねえだろ。明るくなるまで待とうぜ。ここなら綺麗に撮れそう。汗が止まらねえな。熱いな。熱っ。大丈夫です。問題ない。さて、
先を急ごう。ああ。今日はここまでにしたらどうだ。え、本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。あれ、あいつ？ん？誰かいた？いや、なんでもない。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。ふん。
入る。いや、RPG に入ったよ。てめえ、ほら、みんな行くよ。ファイヤー、楽しいな。よし、やったな。無事だな。はいはい、行くぞ。ほっ、この辺で撮ろうぜ。じゃあ撮るよ。よし、報告に戻ろう。頼むな。ありがとな。準備はできているか。あ、よし、行くか。
気分転換にはなるな。ねえって起きて。なんだよ、分かったって。今起きる。よかった、眠っていただけなのね。誰だあんた。私はサラ。そんなに警戒しないで。あ、怪我してんのか。大したことないわ。いいから。ありがとう。別に、あんたを信用したわけじゃねえしな。で、どこだよここ。あんたが俺を連れてきたのか。残念だけど、私もそれを聞きたかったの。ここがどこなのか、あなたが私を連れてきたのか。あなたも知らないみたいね。してもしょうがないわね。似た者同士協力しない？私も仲間を探さなきゃ。協力って言われても。ねえ、出始めにあれから調べましょうか。おい、人の話を。じゃあ他にどうするの？ここにいても何も起こりそうもないけど。分かったよ、協力はする。でもあんたが勝手に決めるのはなしだ。ごめんなさい、年下のことをずっといたからついね。はあ。おい、待てって。障壁みたいだな。通れないみたいね。ああ、困ったわね。あ、今何かいた。何も見えねえけど。茂みが動いていたわ。何かいるのか。こっちの方じゃない？
ぞいいぞ。いいぞいいぞ。なんだこいつ。何か言ってる。私たちはヒソ星人です。ヒソ星人っていうか言葉わかんのかよ。ヒソヒソ。ええ、そうだけど。おお、話せてるし。ヒソヒソ。あなたのことノクティス様って。なんで俺の名前。ヒソ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 。救世主蝕むもこの地を救う。あ、何言ってんだ。いざ。分かったわ。ちょ、何を分かったんだ。とにかく蝕むものってやつからこの地を救ってほしいそうよ。全然分かんねえな。もっと話を聞いてみましょうね。詳しく教えてくれる。いざ。いそいそ。お前ら何者だ。そもそもヒソ星人って何なんだよ。ヒソ。あ、ヒソヒソ。ヒソ星人はヒソ星人だって。いや、だから。ヒソヒソ。あ、褒められてるわよ。哲学的だって。はあ。ヒソヒソ。俺たちが救世主ってどういうことだよ。ヒソヒソ。ヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。つーか、ここはどこなんだよ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。蝕むものって何者なんだ。ヒソ。わからない。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。蝕むものが世界を改変してる。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソ。こんなところか。ああ、でもやっぱわかんねえ。私が聞いたから大丈夫よ。ヒソヒソ。行くってどこへ。ヒソヒソヒソ。なんだって。蝕む者の退治をするためにヒソ星人さんたちの長老のところへ連れて行くって。はあ、
いつの間に退治する流れになってんだよ。ヒザヒザ、ここにいても仕方ないわ。私たちだけで何か解決できることもないみたいだし、長老に会って話を聞くだけ聞いてみましょうよ。それしかねえか。ヒザヒザヒザ、ヒザヒザ、こっちですって。ここにも。ヒザヒザ、ヒザヒザ、これで虫歯むものってやつを防いでるのね。ヒザヒザヒザ、閉じ込めるだけで精一杯なのね。そりゃ大変だな。ヒザヒザ、そっちね。何今の。いそ、ちょ、おい、いそいそ、どうしたの。ぶっ壊すしかねえか。あれ、おい、大丈夫か。いそいそ、これってな、いそいそ、ねえ、あなた戦える。ああ。じゃあ援護をお願い。援護って、おい気をつけろ。さあ行くなって。よっ、いや、一人で戦ってるんじゃねえんだぞ。あぶねえだろ。そっちこそ邪魔しないで。そこ、ほっ、よっ、不満そうね。どうかしたの。ああ、なんか息が合わねえなと思って。初めて一緒に戦った割にはうまくいったと思うわよ。そうか、あれでか。ねえ、もう出てきて大丈夫よ。バケモンなら倒したぜ。ヒザヒザ、ヒザ、無事でよかったわ。ヒザヒザ、ヒザヒザ、あ、別のルートを案内してもらうことになったから。そっか。ヒザ、ついてきてって。よっ、
ここを通るんだって。行きましょう。ヒーソヒーソヒーソ。ヒソヒソ。ヒソ星人さんがいっぱいいる。やめろって。へえ、子供に人気あるのね。なあ、何言ってっか分かんねえんだって。捕まえた。うん、持ってないみたいね。ダメじゃない。彼に謝ってね。もう一人いたわよね。無茶すんなって。無茶したつもりは。何でも一人でやろうとしてっけど、協力してって言ったのはあんただろ。突っ走ってんじゃねえよ。ごめんなさい。こっから二人でどうにかしないとだろ。そうね、力を合わせないとね。まあ分かってくれりゃいいんだけど。ありがとう。ああ、じゃ気を取り直していこうぜ。いそいそ。あ、謝ってんのか。まあ気にしてねえから。いいのよ、気にしないで。いそいそ。ええ、準備ができたら声をかけるわ。他のヒソ星人さんも何か知ってるかもしれないわ。話しかけてみましょう。
膝。お願い。膝膝。装置の修理があるからここからは二人で行ってくれって。そっか。膝膝。膝膝。まっすぐ進めばいいのね。わかった。じゃあ開けてくれ。ヒーサヒーサヒーサ。ねえ、なぜ私たちここに呼ばれたのかしら。さあな、どうにかしてくれそう。あ？大丈夫か？ありがとう。こっちこそ助かった。あなたの方こそ大丈夫だった？ああ悪かったな。いいのよ、さっき助けてもらったし。ありがとな。ええ、頼りにしてるわよ。ああ、さ先に進みましょう。長老ってのはこの先にいるんだよな。多分ね。この光、魔物たちが現れた時と同じ。おいおいおい、やべえだろこれ。ぶっ壊すしかねえな。それしかないみたいね。またかよ。はっ、また。行くぞ。なんとかなったな。ええ、とりあえずお疲れ。あなたこそ。ちょっといい感じだったよな、さっき。確かにそうかもね。長老のところまでもう少しのはず。急ぎましょう。ああ、もしかしてあれじゃねえか。行ってみましょう。ヒサ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 。あなたが長老さんね。ヒサ、あんたが俺たちをここに呼んだんだって。ヒサヒサ。ヒサ、申し訳ないって。まあとにかくその蝕むものだっけ、そいつを倒せばいいんだろ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。
奴を倒すしか道はないわね。ヒソヒソ？危ねえから下がってろ。行くわよ。ああ、ほら、サクッと蹴りつけるぞ。頼りにしてね。任せろ。ほら、よっ、えい、いい感じね、ノクティス。あんたもな。ありがとう。任せた。ええ、仕留める。任せた。ええ、仕留める。終了っと。お疲れ様。お互いな。やったな。ええ、ヒサヒサヒサ、ヒサヒサ。もちろんよ。俺たちも元んとこに戻りたいしな。ヒサ、お礼はまだいいわ。で、どうすればいいの？ヒソヒソ、ヒソヒソ、障壁の奥にあいつはいるのね。わかった。じゃあそこに戻りましょう。ヒソヒソヒソ、もう時間はなさそうね。ヒソヒソ、あなたの仲間を守りたい気持ち分かるわ。よそ者に自分の居場所を荒らされるのはたまんねえよな。ヒソ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 、ヒソ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 、ありがとう。みんな何か用意してくれてるみたい。ああ、ありがとな。じゃあ声かけてみっか。
サイさん。ヒソヒソ。ヒソヒソ。ヒソヒソ。障壁を解除してくれ。ヒサヒサ。じゃあ行ってくるわ。ヒサヒサヒサ。ところで、あなた王子様って本当？あ？なんで知ってんだ？あの子たちがそう騒いでいたわ。ここに呼ぶのに。素性を調べたのかもしれないわね。いよいよね。ああ。あなたと一緒ならできる気がする。ま、あんたとならどうにかなんだろう。あんたじゃなくてサラ。とにかくさっさと終わらせて帰ろうぜ、元の世界。ええ。あ、なんだあいつ。何か様子がおかしいわ。あ、おい大丈夫か。違う、ノクティス離れて。あ、急ぎましょう。おい、手に入れた。え、何、なんで私が。強い力だ。どういうことだよ。なんでもう一人。わからないわ、何が起きたの。おお、すごい、全然違う、全然違う。誰だお前。我は神だ。やがてこの世界全ての神になる。そのために手に入れた強い力だ。は？神？意味わかんねえ。お前からもらったこの力、素晴らしい。え？私の力を奪ったの？奪った、借りた、もらった言葉、意味。あんたの力を奪われしまったのか。いえ、特に私は変わってない。きっとあいつは私をコピーしたんだわ。そう、コピーだ。我は変わった。感謝する。我は強くなった。私を強くした。異物、私の世界に不要。お前たちは死ぬがいい。異物はあなたよ。この世界を返しなさい。ここは私のものだ。私の世界だ。私は神だ。神とか世界とかうるせえよ。とっとと倒すぞ。ええ、行くわよノクティス。これ、いい感じ。私の。
やったか。なんだ。許さん。お前ら絶対に許さない。この世界は私のものだ。なんだあいつ。合体してんのか。溢れている。どうだ、まだ力が隠されている。いいぞいいぞ。物なんてもんじゃねえな。あれまるで亡霊ね。亡霊かもな。ああ満ち足りた。それでは貴様たちを排除しよう。私は私の世界を完成させる。させるかよ。お前を倒して元の世界に帰らせてもらう。これ以上あなたの好きにさせないわ。行くぞサラ。ええ、なんかやべえぞ。気をつけろ。でも行くわけにはいかない。頼んだ。任せて。おいっちゃ、完全なる力。いい感じ。完全なる世界。すべて私のものだ。任せた。え、止める。いや、そこ頼んだ。任せて。おいっちゃ、デリートしてやる。いい感じ。任せた。え、止める。最後だ。せい。せや。はん。それ。えい。うん。任せた。え。止める。必要な時間の世界なの。
ノクティス。ノクトでいい。え、そう。じゃあノクト、あなたのおかげで私は旅を続けられる。本当にありがとう。な、あんたの体。あなたもね。お別れかしら。あ、そっか、お別れか。あ、なんだよ。あなたってやっぱり変わってるわね。あんたも相当変わってると思うけど。別れを素直に惜しんでくれるとは思わなかったわ。ま、ここまで一緒にやってきたしな。最初は厄介ごとに巻き込まれたって顔してたくせに。実際巻き込まれたし。そうね。あと仲間を待たせて釣りをするのもほどほどにね。なんでそんなことまで知って。ヒソ星人さんに聞いたの。彼らの文明ってなかなかすごいわよ。魔法みたい。マジかよ。ノクト、気持ちは素直に言葉にした方がいいわ。伝えられる時間は限られているのだから。かもな。覚えとくわ。またね、ノクト。なかなか楽しかったわ。ああ、またな、サラ。